の中では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話を今日もしていきましょう。今日はですね、後ろに見えているのはジャムスティックの研究船横須賀です、ね、たまにこういう船が目の前に停泊してですね、僕が乗ったことはまだ横須賀ないんですけど、夏島っていう船に一回ね、乗ったことがあります。めちゃくちゃ酔いました。まあ船に乗って気象の観測に行くっていう人はですね、気象学者の中でも多くはないと思うんですけど、ですね、まあこの本はそういうね、観測のところはそう多くは出てこないんですけど、誰でも自分でできる観測というか、まあちょっと空を見上げてちょっとしたコツを知っとけば世界が変わるよっていう観天望気って言われるんですけど、まあ、単純にその天気予報を受け身で聞いて、ああ明日は雨なんだとかっていうんじゃなくて、自分で空を見上げて先の世界を予測するというか、でそれがですね、まあ、単純に迷信を信じてるとかじゃなくて、ちゃんとした根拠も裏付けもあって、経験値と裏付けとあってやってる人もちゃんといるんですよね。でそれはすごい大事なことなんで、この本の中でも出てきますけど、まあ、実践してみると本当に面白いです。それで、まあ、昨日からちょっと紹介してるんですけど、学芸大の学生さんたちからですね、たくさん質問が来ててですね、まあ、荒木健太郎の本のこんな感じですよ。もういっぱい質問が来るんです。で全部書いて、荒木の本で、荒研の本でね、書いてあるんですね。幼稚な疑問かもしれませんが、幾重にも雲が重なっているのを見たとき、上の雲から雨が降ったら下の雲はどうなるか、またそんなことはあるのかというね、これはね、幼稚じゃないんですね。すごくよくそういうところに想像力が働いてるなと。で実際ちゃんと荒研のですね、何ページだ、239ページ見てください。まさしくそれに答える絵が書いてありますね。そういうことはあります。で、まあ、その雲の種類が違って、高出てくる高さが違って、その出来方がそもそもお互い違うので、またこんな感じで上と下に層が分かれるわけですね。まあ、実際ね、この疑問に答えるようなところとしてはですね、まあ、2ページぐらい使ってちゃんと書いてありますけど、まあまずは一言で言えばありますという感じですね。あともう一つはね、面白かったのは、高い山で雲海だったり雲がかかっているのを目にしますが、もし雲が山に接している部分にいたらどうなるのだろうと、霧と認識されるのか、霧と雲はどう違うのだろうと。これもいい視点ですよね。でこれね、まさしくそれも191ページに書いてあるって感じなんですよ。で、じーって見て、子供だから、いやこれ結構読めるなみたいな、読めませんっていうね、オチがいつも NHK でやってますけど、ピタゴラスイッチで。これね、子供だけど全然読めます。すげー簡単に書いてありますからね。で霧の正体っていうのはですね、まあ、地面に接している状態の層雲のことですと。層雲っていうのは層状の雲で、空に浮かんでるのを見ることはあると思うんですけど、まあ、それが地面に接している状態だというのが、まあ一言で言うと答えですね。でまあ雲海と呼ばれるもので、まあそういうのの出来方としてですね、まあ、できる条件がいろいろあって、でそれも、まあ、こんなイラストでですね説明したりします。霧もねいっぱいあるんですよ。滑走霧とか前線霧とか蒸気霧とか、他にもあるかな。まあ、これはね結構多いですね。4、5ページ結構たっぷり書いてあります。層雲はね意外とね、皆さんあんまり気にしない雲かもしれませんけど、知ってみると世界広がります。これ今大気がどういう状態なのか、自分の吸ってる空気がどういう状態なのかっていうね、それを非常によく教えてくれる
可視化して教えてくれてるので、ただ雲出てるなーで済まさないで、あ、こんなことまでわかるんだというふうな感じで世界を広げれたらね、面白いですよ。まあ、他にもねいっぱいあるんですけど、今日はねこの辺にしとこうかなと思います。それではまた明日。